自分たちの左サイドで結構深い部分までボールを持っていくことが何回かあったので、そこでチャンスになると自分でも思ってたので、そこでゴール前に入っていけたのがすごく良かったかなと思います。でここ何年かずっと代表ではサイドでやってましたし、チームの方ではフォワードでっていうことが多かったんですけど、本当にどちらのポジションでも自分の特徴っていうのを出さないといけないと思いますし、出せると思っているので、まあ、本当にそれぞれ与えられたポジションで自分の実力っていうのを見せていけたらいいかなというのは思います。よし、近くで
ばせ。こいつだな。こいつだな。うまい。ポン。森。やー。